い、皆さんこんにちは、藤本です。さあ今日はですね、 100% になったトイレをもうね、完全に定着させる方法について今日はお話しさせてもらおうかなと思います。まあね、小犬のうちはね、なかなかトイレができない。もうね、10回やったらもうたった3回しかしなかった。それがあれよあれよと、もうほぼほぼ 100% になってきた。この時にこの 100% をしっかりと定着させる方法っていうコツがあるので、今日はね、それをお話しさせてもらおうかなと思いますので、ぜひね、もうほとんどできましたっていう方は、ぜひこの、数ステップ目に、ぜひね、進んでほしいかなと思います。本題に入る前にお知らせなんですけども、この YouTube の他にですね、ブログ、あと Instagram させてもらってます。ブログの方は僕の思いをお話しさせてもらったりだとか、Instagram に関しては、ここ行こうっていう僕のお店の様子をアップさせてもらってます。下の概要欄からチェックできるんで、よかったらチェックしてみてください。じゃあ早速、行きましょう。やっとの思いでね、ほぼほぼ 100% になりました。じゃあその先ですよ。ね、毎回毎回こうやってご褒美をあげて、ここだよ、ここだよってね、連れて行ってご褒美あげてってやったと思うんですけども、これ一生続くんかな？そんなことないです。大丈夫です。はい。もうほとんどね、タイミングになったらもうトイレ行くようになりました。じゃあ次しなきゃいけないことっていうのは、ランダムでご褒美を出してあげましょう。これがさらにそのトイレを定着させる方法になってくるんです。今まではこうでずっとやんね、毎回ってあげたと思うんですけども、それを2回に1回、3回に1回、4回に1回みたいな感じでこうね、ランダムにしていくんです。で、やっぱり習慣になればですよ、ほとんどもうここでツルになってきました。じゃあそれをランダムにご褒美をしていくと、さらに定着するんですよ。これワンちゃんのね、不思議な原理原則なんですけども、イメージで言うとですよ、人間がこうギャンブルとかするじゃないですか。ね、あれ毎回当たるんじゃなくて、たまにガツンって当たるじゃないですか。それでさらに、うわ、もっと行く、もう一個もしかしたら当たるかもしれへんって言って、また行くんですよ。これギャンブル理論で僕呼んでるんですけども、それと全く同じことが起きるんです。ね、毎回出てきてたのが、さ、やったけど、あれ、今回出てこへんかな。次、あ、出てきた。ちょっと待って、もう一回頑張ってみようかな。じゃあ次、出てこへんな。出てきたみたいな形で、どんどん逆にそれがモチベーション上がっていくわけなんです。はい。なのでこれはね、逆に言うと、100% になる前まではこれやっちゃダメなんです。100% になったら、このギャンブル理論、ね、ランダムに上げていく。で、さらに定着させていくっていうステップに入ってほしいかなと思います。ね、なのでまあ完璧になるためには、この2つのステップがあります。それをもう一度宿題でお話しさせてもらおうかなと思いますので、ぜひね、まとめてお話しさせてもらいます。ぜひチェックしてみてください。では今日の宿題はこれです。はい、先生、今日は、トイレをね、100% できたらどうやって定着させていくのかっていうことで、このギャンブル理論お話しさせてもらいました。で、これ大きく分けて2ステップです。2ステップ。はい。これね、間違っちゃダメですからね。はい。しっかりと聞いてください。まずファーストステップっていうのは、まずは連れて行きました。じゃあ、ご褒美。連れて行きました。トイレしました。ご褒美。毎回これ繰り返す。繰り返して 100% を目指すです。はい。毎回上げて 100% を目指す。はい。これがファーストステップですね。で、100% がほぼほぼなってきた。じゃあこれ一生、もう15年、20年上げ続けなきゃいけないのか、そういうわけじゃないです。はい。じゃあその先っていうのはランダムにするんです。で、これもランダムをランダムにするんです。ね。毎回で2回に1回ではダメなんです。ね、今回2回に1回したら次3回に1回したり、で次4回に1回したり、じゃあまだ3回に1回、次4回、2回に1回とかね、こうランダムをランダムにするんです。ってなってくるとさらに定着、ね、トイレしていくので、ぜひね、100% いった方は次のステップとして、ぜひこのね、ギャンブル理論、ランダムをランダムに、ぜひやってほしいかなと思います。ではまた明日お会いしましょう。さよなら。